ユータが誘拐された。どう思う助手。おかしい。お姫様的で準備万端なことも違和感だらけで罠としか思えないけど、やっぱり心配するだろバカ。俺の携帯。身代金はいくらだ。俺の助手だ。俺が用意する。1783円。安っ。イナバさん、ねえ、どんな罠で仕留めるの。これも罠。どうしてから聞くでなかろう。これは何。ヤギ、やる気あんの。小木さんを迎え撃つ準備ができたって言うから誘拐されてあげたのに、こんなんじゃ致命傷は与えられないよ。がっかり。今すぐ頭脳労働者連れてこい。了解でやろう。ブスター配置するか。用意できる。毒は効くし針も通るから、皮は鉄っちゅうよりアルミに近いか。ただ肉は切れんし骨も立てん。残殺系は諦めた方がええな。ウータとこうして刑事抹殺の三段立ててるなんて、僕も今すごく楽しいよ。頑張って小木さんを亡き者にしようね。おっそーい。何やったんねんこのノロマ。お前が来るって聞いたから罠いっぱい作って待っとったのに、なんか気づいたら罠だらけで誰も出られへん。あと1時間で爆発する時限爆弾も仕掛けてあるで。何してんだよバーカー。待ってる時間はないか。俺はハルカを探す。ヤギはどうでもいい。おい、お前なら絶対にユータを助けてやれるよな。外したか。何をしている助手。やっぱり弟助けに行ったんだ。助手。あっつ、助手貴様。もういいもん、自力で出ます。ファンタジー世界における永遠の約束。もっと大きなスケールで生かしてやれ。ギュウギュウじゃないか。いけいドンラゴン。なんだ。毒液ですよ。こんな狭い部屋じゃすぐ充満して逃げ場。だから広いところで使えと言ったろ。どうせ助けたくもないんでしょ。どうせ助手より弟が大事で。いい加減にしろ。ヒロシは俺が俺だけが確実に助けると信じてる。オギ、ワゴンの毒液を吸い込んだ。早く治療を。 あかん、ドサクサで割れとる。クソ、よくもバレンティーノめ。わし、わしのせいになるのこの場合。さあユータ。痛い。何これ、セグハラ。ユータ、ユータ、すぐ直してやるぞ。みんな無事でよかったな。ユータくん、ちゃんと小木さんに謝りなよ。それかお礼言いな。小木さん、大好き。うわ、あ、小木さん、小木さん、